ヘンリー・アイ・リングは、アメリカの理論科学者。特に量子科学を応用した、繊維状態理論と反応速度論に関する研究、また、著書の絶対反応速度論が有名である。また、複雑な科学反応の基本となる素反応の理論的な解明に貢献した人物でもある。末日聖徒イエス・キリスト教会の信者の家に生まれ、 メキシコチワワ州北部のコロニア・フアレスの牧場で育った。メキシコ革命で追放され、テキサス州エルパソに移った。数年後、アリゾナ州ピマに移り、そこの高校で数学と科学に才能を示した。1919年には、州の奨学金を得て、アリゾナ大学に入学し、鉱山学、夜勤学、科学を学んだ。その後科学の研究のために、 カリフォルニア大学バークレー校へ進学し、1927年に学位を取得。1930年にはカリフォルニア大学バークレー校で教弁を取った。1931年にプリンストン大学へ講師として招かれる。また、同年にハンガリーの物理科学者であるマイケル・ポランニーと共に活性化エネルギーの計算法について発表した。 1935年、アメリカに帰化する。1938年、プリンストン大学で教授となるが、1946年には、ユタ大学の教授となる。1941年には、反応速度論を表す。1949年、ユタ大学大学院の学部長の職を得て、大学を移る。1963年、アメリカ科学会。 1965年、アメリカ科学振興協会の理事長に就任した。1981年、ソルトレークシティで死去。彼自身も熱心な、ボルモン教信徒であった。彼の息子ヘンリー・ビー・アイリングは1995年4月6日、12、死と定員会会員となる。ありがとうございます。